待合室一番乗り場で乗車扱いを行うバス阪急三番街高速バスターミナルは大阪府大阪市北区柴田一丁目一の三にあるバスターミナル。運行会社により大阪や大阪梅田などと表記されることもある。阪急バスが所有するターミナルで阪急三番街の北建1階2971年9月16日に開設された。 当初から各社の高速バスが多数乗り入れており、1981年7月20日からは、阪急バスも高速バス路線の運行を開始。阪急バスの大阪市における高速バスの一大ターミナルとして運用されている。直上には、阪急電鉄の大阪梅田駅があり、同駅の茶屋町口を出て、すぐの地点に位置する。また、西に向かって直進すると、 国道176号や、グランフロント大阪、新梅田シティがある。なお、大阪国際空港や関西国際空港への、リムジンバスはここではなくヨドバシカメラ向かいの大阪、新阪急ホテル1階の乗り場から発車しているため、注意が必要。乗り場が6バース、降り場が1バースある。このうち、待合室に面する4つのバースには、1から4の乗り場番号が設定され、 1>, 1から3番乗り場が通年使用されている。発着する路線の数に比して乗り場が少ないため、バスは発車時刻の10分前頃に空いている乗り場に入線する。このため便によって乗り場は変動するが、基本的に先頭の1番乗り場から順に詰めて入線する。待合室内には発見カウンターが3面あり、2面を阪急バス系。 一面を日本交通系の路線用に割り当てている。また、室内には売店のショップルナもある。鉄道駅の高架下のスペースを使用しているため、天井の高さに制限があり、背の高い一部のバス車両は乗り場に侵入できない。該当する車両が続行便に運用される等の事情により入線する場合は、折り場用のバースで乗車扱いが行われる。突起しない路線は、 全て阪急バスと同業他社による共同運行である。ありがとうございます。